られてですね、その気持ちのいい動きね、これ楽しみますよね。バックレバー、まずバックレバーですね、スロークールに右へ上半身をしっかり上半身主導で右へ回してください。これが大事。次リバースウェーブはスロークールに下半身を左へね、これがポイントです。今日のポイントはですね、この2つ動かすところが違うというか主導が違う。右回転、左回転、右回転、左回転、これだけ知っておけば大丈夫です。はい、まあね、2万円とか3万円とかで外人さんからレッスンを受けて細かいねことをいろいろ習う、これもすごくいいことかと思いますけど、実際現場で使うのはですね、そんなことは全くいらないというか言わないんですね。私が凡人だからこう言い切ってしまうのかもしれませんけど、とにかくですね、核になる部分、大波がある。この上を使うか下を使うか手動でですね、どっちをこう原動力にしているのかというのをしっかりとですね、意識した上でこのフィガーをやっていただきたいなと思います。スロークール、スロークール、これだけで結構でございます。ここの部分を認識して、シャドウなり、実際踊るときにやっていただければと思いますね。はい、今日はですね、この、2つですね、上を使う、下を使う、これだけ、言い切ってしまいましたけども、本当にですね、これを忘れずにやっていただければ、またそこからですね、いろんな発見が出てくると思います。ね、ですから、この部分をしっかり意識して、